あれ、なんでお前ここ走ってんのって思うよね。前回さ、砂漠終わったと思って、あれ、お前もしかしてまた悪い癖出てるんじゃねえかって思ってるよね。そうなんだよ、一旦終わったところはとか、見てみたいっていう冒険心、あんまりほら前回さ、ミッションというかそのクエストのせいでさ、あんまりよく見れてなかったなと思って、だからちょっとさ細かく見たくなっちゃってさ、ちょっと見よっかな。めちゃめちゃ滑るじゃんつ、お前うまくない、お前砂漠スキー大会に出れば、お、これどうなってんだろう。普通に戻ってきたんだけどさ、あれ、なんかあの揺れみたいの収まってない？え、俺これいけんのか、これ。お、あれも上、下からってか、待って、なんか音する、なんか音する、待って、なんか、うっそ、一発でやられたんだけど。ちょっとさ、とりあえず戻ってきたんだけどさ、待って、どうしよう。あっちが見れないのか。でもさ、うわ、あそこにあるわ。うわー、ちょっと待って。マジで怖い。でも敵来るんだよね。ロックオンできないしな。ちょっと待って、どうしよう。来る。あ、来なさそうじゃない。今、取れる。回収。マジで来ないでね。マジで来ないでね。本当に来ないでね。あ、来てる来てる来てる。待って待って。ちょっと待って、来てる来てる来てる。危ねえ。怖い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 、危ねえ。あいつ何なの、なんか歩いてきてさ爆発するやついるじゃん。ちょ、ごめん、ナイス。ああ、お前登ってきたわ。ちょっと待って、ちょ、ここ倒せなくない？ちょっと待って、一発でやれるちょっと聞いてないしさ、なんか爆発するやつはさどうしようもないし、あいつらめっちゃ寄ってきて、ちょっと俺にはちょっとここ早すぎたの、しっかもしんない。てか俺負けそうになるといつも俺ここ早すぎたのかもしんないって言ってるわ。ちょっと良くないなぁ。ちょっと、やっぱ帰ります。ほんと。すいませんでした。失礼しますね。また今度来るわ。せっかく来たのに。せっかく来たのにさ、結局帰るんかい。もう何しに来たんだよ、じゃあ俺。ただ走りに来ただけじゃねえか。まあ、とりあえずもう帰るか。もう、おお、ここでも滑れるんだ。すげ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 。めっちゃ滑れる。わ、普通に敵うろちょろしてるよ、もう。うわ、17レベルなんだよね。そういえばさ、ここ通るときに思ったの。強くない？普通に17レベルと戦ってんのよ、俺。そりゃさ、さらに奥はさ、強いわけだよ。無理無理無理。意外とやれてる。意外とやれてる。痛い！これもう一発が重たいもん。レベルアップした、嬉しい。あれ、こっちも階段あんじゃん。あれ、俺ここ気づかなかった。あー、俺こっちから来たとき、多分俺こっちでこう走ってったから、あ、視界になんかなかなか入りづらかったんだ。こっちに階段あったんだね。全然気がつかなかったわ。おー、しかも宝箱あるじゃん。宝箱なのか、箱がある。え、しかも俺開けれるやつだ。ピン。ふっ！待って待って待って。お前なんでそ、お前もね、何エースが今度入ろうとして。ちょ、待て。いや今ね、何エースがね、ちょっとうまくボケてくれたんですけど、前回もね、僕拾ったわけじゃないですか、武器。でも結局攻撃力いまいちでさ、なんこれみたいな感じだったじゃん。ああ、待って、滑っちゃう、滑っちゃう、滑っちゃう。だったじゃん。だからさ、今回のもね、俺正直期待してない。いや、ちょっとね、いや、俺も第2回からだってさ、なんか武器刺さっててさ、手に入れたわけじゃん。うわ、やばいみたいな。武器手に入れちゃったよ、みたいな。でも、思ったの。期待すぎるほど良くないなって。思ったわけですよ、僕は。だから、あ、双子の牙、ニューってなってんだ。あえて僕は期待しません。うん。
いや、どうせね、だって今俺がつけてる武器が、ね、200な、に、だって、レベル2にして270と324の間と540から594なわけ、レベル2にしてだよ。いやもうね、これ、もうね、俺求めないもん。だからね、あんまり求めてないです、正直。はい。これでしょ？ずっつつぐらい。でもさ、せっかく手に入れたわけじゃん。だからちょっとさ、なんか使ってみたさもあるよね。でもお店で買ったこいつの方が強いってどういうこと？うわぁ。やっぱ世の中金かよ。やっぱ金かよ。なんだよ。もう本当に何？もう嫌になるわ。よし。とりあえず、あれだな。後でレジスタンスキャンプでちょっと強くしてみようかな。なんか、何？これで一段落しましたね。うん。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、一回死んだけどな、俺。さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。そうだよね。一度、レジスタンスキャンプに戻って、補給やメンテナンスをしますか？おー、ちょうどら戻ろ、あ？え？いや、どういうこと？レジスタンス、あ、飛んでくれるってこと？いや、普通に戻る、いや、このまま行こうよ。このままちょっと歩いていきたい。このまま継続して機械生命体を排除しよう。うん。了解です。無理しないでくださいね。すごいな。せっかくナインエス提案してくれたのにさ、お前引くの早いな、ナインエス。え、大丈夫ですかとかじゃなくて。先ほどのデータの転送が完了しました。はい。了解です。別件ありがとう。司令官から 2B、ナインエス両名へのメッセージ。え、何ですか？再生します。はい。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。え、何が？現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡は生命体について、なんかあったのかな。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、はい、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。なんか構えてるんだけど。なんで構えたの？どうした？通信を終了します。どうしたの？そういえばレジスタンスキャンプでも、なんで構えてるの君たちは。え、な、何を構えてんの？え、目標地点の情報をセットしました。ありがとうございます。アンドロイドの人たちが心配ですね。そうね。方がいい気がします。いや、それはそう思うわ。いや、普通に。うわ、近い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 。危ない危ない危ない。お前ずるいやつだな、お前。行って！ちょっと、お前。こうなる。お前さ、今俺話聞いてたんだよ。それをお前普通にお前横からつか、ほぼ後ろから。しかもお前のせいで最後の方聞いてなかったし。なんか、あれかな、新しい、なんかね、なんか、仲間っていうか、その他の人たちの、なんだ、ここなんだ、次。なんか、情報じゃねえ、なんだ、通信が途絶えてしまってるって言ってたね。いや、なんかあったのかな、ちょっととりあえずそっちの方に行ってみればいいのかな。いやーもう俺砂漠地帯とかで戦ってるよ、もうこいつは弱えー。もう全、うわ、もうすご、強っ、俺。いやまあ、すご、俺強とか言ってるけどさ、戦ってんのは 9S と 2B なんだよね。まあ、そのバックに俺がいるってことで、この子たちはきっと心強いんだろうね。何言ってんだろうな、俺よくわかんなくなっちゃってるわ、なんか、え？なんだ？サブクエストを各地に点在する依頼人からサブクエストを受注できます。サブクエストの目的地は、ミニマップに、このダイヤみたいなアイコンで表、サブクエストとかあるんだ。ちょっとそれはやっていきたいな。せっかくだし。よし、戻ってきたぞ、お前ら。お前ら、つって別に、他の人たちの名前知らないけどな、俺は。よし、とりあえず、まずは武器屋だ。いや、武器の整備ならいつでも任せてくれ。頼む。よし、まずは。購入、なんかいいのある？いや、もう変わってね。何も変わってねえじゃん。待って、なんか売れるもんないかな、その前に。ないね。お、これ売れる。これ売れるやつだ。これ、たっけんだよな。これいいよな。よし。他は？他は何もないな。よし。強化だ。お！待って、また強、待って。うわ、つ、おいよ、やっぱいらねえ。こいつらどんどん強くできるんだけど。
待って、でも次はちょっとこっち、ああ、どうしようかなー。いや、普通にコンボ上がるのいいな。まあ、でもこっちもな、強くなるけどな、どっちがいいのかな。でも十分こっちは今攻撃力高いしな。とりあえず、ああ、でも、うわぁ、めっちゃ迷ってるわ、俺今。どうしようか。迷う。こっちでいいや。よし。でもこれは、うわぁ、まだちょっと集めらんないな。よし。レベル3に鍛え、おぉ、ありがとうな。よし、これでこの武器はレベル3に鍛え上げた。うちでできるの、ここまでだが、この世界には、レベル4に鍛え上げる、メーグがいるらしい。お前これ以上無理だ。そんな奴がいたら、師匠になってもらいたいもんだ。また来いよ。レベル3にまでしかならないの？あ、待って、早くない？めっちゃ早くなった気がするんだけど。いや、ちょっと早くなってる感じがするよね。しかもコンボ、すごい飛ぶ。もうやめられない、止まらない、もうカッパ優先状態だ。よーし、なんかアイテムないか。ちょっとね、そろそろね、プラグインチップを、それどんどんつけていきたいんだけど、プラグインチップさ、なんかさ、広げられるやつないの？広げたいんだけど。多分俺さ、そこそこさ、なんか、良さげなさ、なんだ？こんにちは。ヨルハの人ですよね。はい。ここはメンテナンスショップです。皆さんの機械の相談、整備なの、相談整備って何？そんなんやってるんすか？何か、待って。何そんなんできるの？強化合成って何？そんな、どういうこと？ああ、同じやつとかを合体できるみたいなこと？なるほどね。それで、要はプラス2とかになって、なるほど。そんなことできるんだ。でもこれアップするとさ、どうなるの？こういうのがアップすると、ちょっと一回この速度アップやってみようかな。これと、パーセンテージが、なるほどな。どうしよっかな。ちょっと待って、とりあえず、ポット強化とかなんか。ポットも、うわぁ、すげえ、やることめっちゃあんじゃん、ニアオトマタよ。出た！これ。これよ。ストレージ量を上げたいのよ。待って、一番高いの3万 G すんだけど。次2万 G か。とりあえず2万 G 買おうかな。よし。あ、でもまだ買える。あ、でも待って、でもいいや。こんなんの。レーザーはレーザーじゃ、俺持ってる。ミラージュ。すげえ、プレイヤー情報を送信することで範囲内のすべて、切りかかる、ハンマー。ブレード、スピア、これちょっとかっこいいな。シールド、すごい。M シールド、射撃を防いでくれるのとか結構いいな。ちょっと待って、とりあえず、こんなとこできるのか。ちょっと待って、ちょっとこれ気になった。待って、ちょっとね、ちょっと、このチップをちょっとさ、増えてる！よし、ちょっと待って。その前に、じゃあちょっと強くできるってか、合成できるやつは合成しよう。チップ合成の、何が強いんだろう？カウンター攻撃配置式？敵攻撃力 10% の、そんなあるんだ。待って、どうしよっかな。攻撃 HP 回復って何？すごい！与えたダメージの 10% 回復するとかあるんだ。ちょっと、でもこれ強そうだな。ちょっとこれを、はい。オッケー。あとは、でも HP も欲しいよな。そろそろ、ちょっと。これ、よし。待って、楽しい！
あ、こういうことできるんだ。待って、でも移動速度アップとかもあるんだな。へえ、これも移動速度、あ、でも、コストが低いやつとかの方がいいのか。あの、どっちも、あ、コストが8か9になっちゃうみたいな感じ、そういうこと？待って、一回ちょっとやってみよう。あ、9になったのか、これ。ん？どうなん？あ、もうわかんねえ。いいや。あー、あとは全部できなくなっちゃったな。でも、近接とかも上げればよかったな。まあ、いっか。とりあえず、うわ、もう俺、貧乏になっちゃった。待って、機械の相談ってなんだろう？何についてお話しましょうか？あー、そういうことね。いや、大丈夫です。特にない。うわー、貧乏になっちゃったけど、その分でも結構今、手に入れたんじゃないの、俺。うわ、待って、俺結構強くなれるんじゃないか？うわー、楽しい、これ。とりあえず、今、これをつけてて、近接武器、でけえなー。で、あれ？あ、今俺装備中のチップか。すべてのチップ。俺がさっき言った移動速度アップめっちゃあんじゃん。めちゃめちゃ移動、じゃあなにこれ全部つけたらめちゃめちゃ速いやつになるってこと？ちょっと、後でちょっとやってみようかな。あ、回避行動とか。なるほど。俺がさっきやったのはこれか。ちょっと、HP15%。あ、でも小さい。意外と、いいんじゃないの？最大 HP アップ。うわ、でっか、足りな。ちょっと待って。でもさ、オートアイテムさ、これ HP 回復してくわけでしょ？でもさ、倒した時にさ、あーでもどうなんだろうな。回復してくれるんだったら、とりあえずちょっといいか、オートアイテム外すか。違う、どこだ？俺がつけてるオートアイテムどれ？あ、ここか。違う、これだ。これ一回外して、で、今、近接武器じゃなくて、攻撃力アップを移動させよう。ここだね。あ、ずれた？あ、ちょっと足りない？ここか。攻撃力アップじゃないや。HP 回復だね。で、次だ。衝撃波。武器による攻撃に衝撃波を発生させる。そんなんの？あ、でも意外とつけれる。うわぁ、でもなってね、どうしようかな。回避行動とかもつけたいしな。待って、でも移動速度アップは？俺がさっきやったのどれだ？これか。あ、意外とでも、そんなにでかくない？待って、でも衝撃波がちょっと気になる。これ何なんだろう？ちょっと一回つけてみてよ。どういうこと？これをつけるとなんかあんの？あ、なんか出てない？ん？あ、すげえ！あ、こんなん出るんだ。うわ。うわすげえ、こういうことできるんだ。へえ。ちょっといろいろ一回いじってみるか。はい。ということでね、攻撃力アッププラス2と、攻撃 HP 回復プラス3、移動速度アッププラス3に衝撃波をね、つけましたね。まあ、さっきの衝撃波はね、普通の衝撃波だったんで、これはちょっと弱い衝撃波らしいんだけど、まあそれでもね、ちょっと衝撃波がさ、ほら、でもこれでもさ、意外と出るんだよ。だから、いや、結構いいんじゃないかっていう。うわー、すげー、しかも移動速度アップもさ、してるからさ。速くなったか、これ。速くなってんのか？え？これ速くなってる？本当に？本当に速くなってんのか、これ。今ね、移動速度アップをね、全部つけてみたの。そしたらね、最大 20% みたいなんだよね。その、上げれるやつが。でもなんか 20% の上限超えましたって今出たじゃん。だからさ、ちょっと、これでちょっと行ってみようかなって。どんぐらい違うんだろうね。待って、今装備、俺今装備してた？スキルのプラグインチップじゃん。あ、これ。これをさ、今装備したらめっちゃ速くなるってことだし。え？変わった？え？これ変わってる？あ、でもちょっと早いかも。ちょっと、早くない？まあ、早い、早い、早くなったよ、2B。すごい早い。なんか無理やり言い聞かせてるみたいになってるわ。
いや、やっぱさ、ちょっと早くなってる気がする。なんかちょっと早くない？やっぱ。早いよな。やっぱ移動速度アップつけたら早いんだな。めちゃめちゃ早くない？よ、しか。ここがわかりやすいかもしんない。これピチャ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 って、このテンポね。で、待ってね。俺が通常戦う時のやつに戻す。そしたらどうなるか。ほら。やっぱさ、違うよね。うわ !20% の後にすると、足遅く感じるな。うわ、遅く感じるわ。うん。やっぱちょっと遅いよね。わ、やっぱ変わるね。あ。出たこのイノシシ。よ、おっことぬしじゃん、お前。もののけ姫じゃん、お前。あれ？俺目的地過ぎてる。走んのに夢中で、目的地過ぎてたんだけど、もう子供か。やばすぎるだろ、俺。なんで、あれ、こんなとこ開いてたっけ？あれ？ここ開いてた、もともと。俺が気づいてなかっただけ？うわ。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。地下から行けんの？こんな。ちょっと待って、なんかこっちとかなんかない。え？地下から行けんの？うっそ。あ、ちょ。え？降りれる？あ、じゃあ登っちゃった。違う。降りたいの。おい、お前何やすお前。はしょんな。え？真っ暗なんだけど。ね、どうした？砂漠にいた機械生命体。見た目は完全にアンドロイドと同じでした、ね。あ、そうだったね。僕らアンドロイドは想像したる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はもう人間っぽいもんな。どうして僕らの姿を真似するんでしょうか。よし、あれ機械生命体なのっていうか。時間を割くのは無駄。そうですね。めちゃめちゃ 2B 現実主義じゃん。あ、なんか落ちてる。よし。まあでも何なんだろうね。ちょっとこう走れるか。あ、でもいろんなとこ行けない？うわ、こっちも行ける。すげえ。地下とかも行けんのかよ。めちゃめちゃオープンワールド。あ？ここも上行けんのか。お？でもこっち繋がってる？あ、繋がってんね。あ？なんかはしごめっちゃあるんだけど。ここは行けない。え？なんかはしごある。あ、まだ俺は普通にね、2B はね、あれなのよ。はしごを登るのめっちゃ得意なのよ。そう。これでもうジャンプしながら行くの。何ここ。何ここ。ここどこ？え、どっから行けんの？真っ暗じゃん、しかも。え？ここ？ここ行ける？あ、行けねえ。ん？俺どこ来たのこれ。どこ？うわ、こっちかよ。あ、待って、ちょ、違う。待ってよ。降りるんじゃなくて、登りたいの。登りたいとかも、そもそも別に降りたくはなかったけど。何ここ？ん？待って。本日二度目の武器とか言うより、これは放ってるオーラが違う。待って。いや、俺武器見つける天才かな？いや、わかんないけど。え、待って。え、待って、ちょっと鳥肌がやばい。え？これはさ、今までのオーラが違くない？こんな、燃えてんだよ、だって。え、やばくない？え？拾っていいかな？呪われないかな？大丈夫かな？え、拾っていい？ナイス、どう思う？拾っていいと思う？いいよね。え、絶対やばいでしょ、これは。え、なんて読むの？これ、なんて読むの？白の、なんて読むのこれ。俺、漢字苦手なんだよね。いや、でも待って、だってこんなところに、だって、
刺さっててさ、炎出てて、しかもなんか祀ってるか。これは絶対やばい。100% 最強だと思う。うわ。見つけちゃったわ。とうとう見つけた。うわ。一番下にある。だって俺、いや俺はね、前回ね、これ、前回、前々回、もう何、いつか忘れたわ。でも、これが最強の武器だと思ってたわけよ。でもよ、前のは、ただ刺さってたじゃん。今拾ったのに関しては、もう松ってあったかんね。俺ワンチャン呪われるんじゃねえかって今思ってる。大丈夫か？ちょ、見ていい？すごいドキドキ。うわ、やばいわ。めちゃめちゃドキドキしてる今。うわ、もうすごい。めっちゃドキドキしてる。クリスマスサンタさんからプレゼントを来てるっていうあの子供の頃のこの感じ。うわ、やばいわ。見ますね。白の矜持って読むのか。その白く美しい槍を作らせたのは、ある国の暴君だった。美しい妻への贈り物として、装飾された武器。結構じゃあ、やっぱ祀ってただけあるね。妻は暴君と共に寝床に行き、親の仇である暴君の腹を30回槍で突き刺した。だからなんでさ、疲労剣、疲労剣、みんなこんな重たい話なの？なんだこの絵。強いかこれ。強いか？これ強いか？こっちとかの方が強くない？全然。こっちの方が全然強いじゃん。そういえば、これの物語見てなかったわ。私はいつまで戦い続けるんだろう。この血塗られた、血塗られた戦場の渦の中。私はいつまで守り続けるのだろう。終わることのない、無限の戦争の中で。私はいつまで信じ続けるのだろう。なんて読むんだ。もう俺ね、本当に漢字ね、苦手なの。本当に。今さ、ちょっと雰囲気出して読んでたじゃん。ね、気づいたと思うんだけど、三つ目読んだ時俺噛んだからね。三つ目の最初の俺噛んだからね。なんだったら俺漢字わかんねえし。うん。誰か教えて。頼むわ。うわ、でもなんかこの奥にの 2B と 9S っぽいね。で、もう一個、俺が持ってるこいつ、この子もちょっと見てみたい。でもこれはね、これに関してはなんて書いてあるのかも全然わかんないの。あが、思い人、初めて触れ合う。あが、思い人、心、つかめず。うん、もう、何書いてあるかもつかめない、まず。いや、俺さ、今この槍装備してみたんだけどさ、どんな感じなんだろう。え、すごっ。でもちょっとかっこいいかも。槍、うっ。え、ちょっと構えかっこよくない？ああ、こういう感じなんだ。月さ、ほんと槍だね。ちょっとこれはちょっと強くしてみたいかもな。ちょっととりあえずでも今はいいや。今はこっちの方が強いからいいや。でもさ、ちょっとあれだね。ちょっと強くしてみたいかも。ちょっとこいつも強くしてってみようかな。まあいいや。とりあえず今はこれね。こっちの方が強いし。よし、行こう。つか俺体力やばくない？今気づいたけど。一回ちょっと回復しよう。よし。とりあえず、下に行こう。レッツゴー。いやー、でもな、武器とか拾うのやっぱ面白いな、これ。新しい武器とか拾うのやっぱいいわ。でもここも行けんのか。ここ何なんだろうな。ここ登ると、どこに出るんだ。あ、ヨルハ部隊の捜索。なんか進んじゃってる感じがする。あ、じゃあちょっとまだ嫌です。すいません。奥がちょっと気になるんで。いや、ちょっとさ、まだあんじゃないの？いいやつがあんじゃないの？本当に。うわ、行き止まりかい。行き止まりかよ。ずすん、ずすん、ずすん、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 すん。ん？いや、マジで 2B さ、はしご登る天才だと思うわ。
すごいわ。俺どこに感心してんだろうね。どこに感心してんの俺。あ、広くない？あれこっちも行けそう。だってなんか落ちてる。とりあえず拾って。だってこっちもなんか行けんのか。あ、こっちは行けないのか。あ、でも、あ、行ける？あ、行けないか。ジャンプでも行けない。なんかいずれ行けるようになるのかな？なんだ？あ、また落ちてる。なんだ？どこに繋がってんのこれ。よし、とりあえずこれも拾って。なんだ？今拾ったアイテムはアンバー。くったらね。俺助けに来たんだよ、他のアンドロイドたちを。こんなくだらないこと言ってる場合かって話なのよ。なにここ。テーマパーク？え、うわ、すごい。あ、可愛くないしかも、なんか真ん中ハートになってる。遊園地廃墟。廃墟なの？廃墟にはどうしても見えないんだけど、花火打ち上がってるし。え、すごくない？待って待って待って。何？待てちゃ。ね、え、なんか言ってんだけど。え、なになになに？なに？お、すごい、風船。喜びを分かっちゃおうとか言ってる。え、なに？ここどこ？なんなの？あ、落ちてる。遊園地なの？なに？割れたイヤリングって。割れたイヤリングってなんだよ。あ、しかもなんかまた落ちてるし。あ、廃墟なんだけど、よ。あ、なんかできるわけじゃないんだ。え？なにこいつ？なんか、あれ？そういう人？なんかそういう、え、なんだこいつら。ロボ弟。ロボ兄。なんだ、愛を受け取ってください。え、なに貴金属のピアス。なんだそれ。ありがとう、なんか。楽しいね。楽しいね。え、なんかくれたんだけど。なに貴金属のピアスって。あと、これだ。せっかくくれたのにさ、ショップで換金できるってさ、めちゃくちゃひどいこと言ってるよね。これは？あ、これは普通にショップで換金に。いや、めちゃめちゃひどいこと言ってるよ。ショップで換金できるって、せっかくくれたんだよ。ショップで換金できるってさ、ひどくない？後で売ろうっと。なんなんだろうね。なんか普通に、こういう機械生命体たちが、あ、そ、なんかちょっとわかんなくなってきちゃってるな。なんでだろう。あ、メール受信しましたってなってる。え、あ、真ん中なんかいる。なにこいつ。は？風船、え、なんだよ。兄、兄弟、姉。え、どれ？風船の兄なのか弟なのかお姉ちゃんなのかわかんないんだけど。おめでとう。あなたが一人目のお客さんです。え、くすんだ指輪。これも絶対売れるやつなんだろうな。でもあれかな、要は人間とかが持ってたやつとかを拾って、そういう風にしてんのかな。え、なんか人間っぽい暮らしがしたいってこと？人間と同じように過ごしたいみたいな、そういうことなのかな。へぇー。あ、風船兄弟兄ってなってるから、こっちはお兄ちゃんで、今のはお姉ちゃんなんだね、きっと。いらっしゃいませ。なんか普通に、なんか人間の真似してる感じだね。夢見るロボ。夢見てんの？あら、こんにちは。なんか普通に喋ってない？それだけか。あーって、なんか向こう側にちょっと宝箱ある。うわー、取り手し、うわー、アイテムもある。うわー、マジ？なんか目の前にして取れるのかよ。あ、こっちは開いてる。なんで、でも前も行けるんだよな。でもちょっとこっち行ってみようかな。もうなんか裏路地みたいな。あ、なんかいる。え、何お前。裏口のロボ。関係者？違う。え？この通路は。いや、行けるんだ。お前なんか関係者しか通さないみたいな雰囲気だったのに、行けちゃうんだ。もうちょっとまだ行かない。なんだ？何これ。え、何これ。なんかすごい綺麗じゃない？
これだけ光ってる。何なんだろう。あ、上も行ける。え、待って、いろんなとこ行けんじゃん。もう、また。あ、すげえすげえ。横向きになった。このなんかさ、ニアオートマターのさ、なんか独特だよね。このなんか横向きになるこの感じ。お。普通に、あれだ、アイテムだ。ちょ、ここから降りる。待って、ここ行けんじゃないの。あー、行けなーい。そう、でもこの今のもうニアオートマターさ、なんか独特な横向きになるよね。うわ、すごっ。普通にテーマパークじゃん。うわ、めっちゃいる。どうしたお前ら。なんで3人揃ってんの。え、ロボママ?ロボ、ちなんだロボチルドレンって。楽しいね。楽しいね。ロボママは?武器を捨てて、愛を持とう。ね、ね、ね。うわー、なんか、なんなの?ってことはロボパパ。喜びを分かち合おう。あおう。なんで自分で言って、なんで自分でなんか、返してんの?よし。また割れたイヤリングだ。普通に拾い、ちょ、お、ここ?別のルートで奥のエリアに行けるかもしれない。あー、なるほどね。さっきのところか。じゃあ多分裏路地みたいなところなんだろうな。うわ、待って、でもさ。なんかちょっと普通に楽しいわ。ここ多分新しいステージなんだろうけど、なんか、楽しい。あ、なんか落ちてる。よいしょ。あ、違う。お前かい。お前は?妹だ。あ、でも普通の、あ、でも攻撃できちゃうのか。ちょっとでもちょっと怖いな。また聞いてね。いやいやいや、帰らないわ。まだ帰らんわ。あ、ごめんね。ちょっと押しちゃったな、今。こっちの裏路地ってか、こっから行けばいいのか。よいしょ、じゃあ通らせてもらうぜ。何なんだろうな。何がある。あ、でも普通にアイテムとかあるんだ。よし。それ拾って。こっちは?あ、なんかいる。あ、どうした?え?休憩ラボ、どこで休憩してんの?普通に椅子とかに座ればいいじゃん。休憩中。あ、あれか。パフォーマーの方か。なるほどな。だから裏か。ああ、だから関係者とか言ってたのか。ああ、なるほど、なるほど。ごめん、それは俺の理解不足だったわ。とりあえず、このまま奥に進んでっていいのか?おう。ああ、なんか、普通に踊ってんな、お前。うわ、すげえ、パサーンって。なんだ?すげえ、ジェットコースターある。建物の方向から発信されています。建物にいるのか?じゃあ、あっちに行かなきゃいけないんだね。とりあえず。ああ、セーブ!こんなとこに、フラットセーブ。ここから先に進むには、進めるルートがないか、調べてみましょう。そうだね、調べてみようか。うわあ、でも待って、ちょっと楽しい。ええー。うわあ、ここ入れる?うわ、なんもねえ。なんもねえじゃん。うわ、すげえな、でも。なんか、新しいステージ、ちょっとなんかさ、ちょっと強い敵とか出てくるかなと思ったけど、なんか、普通に楽しいな、ここ。どっから行けんのこれ。あ、こっから行けんのかな。俺はセーブじゃん。で、こっちの奥か。なんかまた踊ってる。でも誰もいないとこになんでお前踊ってんの。へぇー。うわー。いいなー。とかさ、え?約束したじゃん、2B。なんでナイエスとなんか最初にさ、テーマパーク来てんのよ。え?最初俺とデートするのにテーマパーク拾える。拾えない。あ、拾える。よし。これは?あー、開かない。え、どっから行けんのこれ。どっから行けるんだこれは。あ、なんとなく分かったぞ。もう分かってしまったぞ。多分ここだな。これに乗れるんじゃないか。あ、乗れた。お、こう、あ、階段みたいになってる。こうやって行けるのか。なるほど、なるほど。わあ、面白い、面白い。うわ、すげえ。待って、でもどっかから行けんじゃないの?あ、待って、でも向こう側も行けそう。ん?どっから行けんの?あ、で、ここか。うわ、すげえわ。楽しい。楽しすぎる、これ。どこ?あ、なんかいる。こんにちは。なんだ、お前は。ピエロロボ。この先、危ない。壊れた。ポンコツ。危険。俺にポンコツって言ってんのか?それとも壊れたのにポンコツって言ってんのか?俺にポンコツって言っててみろ。泣くぞ、俺は。ああ、またアイテム。結構アイテム落ちてんな。なんか見逃しちゃいそうになるわ。
とりあえずこっちでいいのかな。なんか危険みたいなこと言ってたけど、何が、ん？踊ろう踊ろう言ってる。え、なんか来た。待ってね、こっち行ける？あ、行けない。こっちは？こっちも行けない。なんかすごいんだけど、遊ぼう遊ぼう言ってる。あっちにもアイテム落ちてる。ちょ、拾いたい。よし。うわ、すげえ、戦車じゃん。これだけ大型の武装した機械生命体。見逃すと、後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。倒した方がいいの？マジで？本当に？でも確かに武装はしてるな。あ俺も楽しんでる。俺も楽しんじゃってるよ、これ。怖そう。そう、俺。ワーニングって何？しかも、10レベルじゃん。強っ。ちょ、待って。おお、待って。あ、でも全然、痛い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 。待って。ちゃ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 、袋ネズミ、袋ネズミ、袋ネズミ。ちゃ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 。危ねえ。めちゃめちゃ強いじゃん。ちゃんと強いボスじゃん。ちょ、あっぷねあっぷね。でも俺もな、剣とか強くしたからな。全然、うわ、待って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 。攻撃当たるためにさ、回復で、あ、スキルか。あの、プラグインチップつけたからか。うわ、強くないじゃん。めちゃめちゃ、おー待って、でも俺もうちょっとで倒せる。よし。もういけるぞ。危ない危ない。ちょっと引かれそうになってる。あ、でもいける。さよなら。楽勝じゃん。めちゃめ、う、なに？これは、剣しまうのかっこよ。機械生命体の体内にあるコアの破片。コアの破片？植物細胞に。植物細胞に近い。植物細胞だったら、だってもう、生きてるってことじゃないの。機械生命体のコアを入手しました。なんか普通に壊しちゃったけど、ちょっとあの戦車欲しかったなぁ。